ジェームズ・ハーグリーブスはイングランドのランカシャーの大工で発明家。1764年、ジェニー,ボーセ石器を発明したことで知られている。ランカシャーのオズワルトを位する近郊で生まれ、当時人口5000人ほどの町だったブラックバーンに住んでいた。ブラックバーンはブラックバーン・グレーズと呼ばれるリンネルの縦糸とも面の横糸で織った織物で知られていた。 木綿糸の需要が増えて供給が逼迫し、糸車で一本ずつ糸を紡ぐのでは間に合わなくなっていた。ジェニー防石器防石機工場で使われていた改良型、ジェニー防石器1764年頃、8本の糸を同時に紡ぐことのできる多軸防石器を発明し、ジェニー防石器と命名した。糸車が床に倒れた際に、 糸車とツムが回り続けたのを見て思いついたという。そして、複数のツムを垂直に並べておけば、複数の糸を一度に紡ぐことができると気づいた。ジェニー帽石機は、木綿の横糸の生産には、十分だったが、縦糸に使える品質の糸は生産できなかった。高品質の縦糸用の糸の生産を機械化したのは、リチャード・アークライトである。ジェニー帽石機は、 家内工業用に広く用いられたが、横糸の価格が下落するに及び、世間の雰囲気は変化した。ジェニー帽石器への反対により、ハーグリーブスは、木綿の靴下の生産が盛んなノッティンガムに移住した。靴下製造業界は、それに適した糸の供給増大を歓迎していた。アークライトも後に、ノッティンガムで、さらなる成功を収めている。ハーグリーブスは、 シプリーという男のためにジェニー防石機を作り、1770年6月12日に特許を取得し、ランカシャーでジェニー防石機を使っている防石業者らに法的措置を取れるようになった。特許料の徴収には失敗したが、ノッティンガムでの事業はなくなる1778年まで続いた。翌年にはサミュエル・クロンプトンがミュール防石機を発明している。 ありがとうございます。